ハロー皆さん、こんにちは、ゼヒコです。それでは本日のキャッシュレスニュースなんですけども、まあ今日に関しては結構ペイペイに関する、まあ、情報が多かったので、そちらを簡単にまとめましたのでお伝えしていこうと思います。まず一つ目、こちらテクランチからなんですけども、丸亀製麺が QR コード決済に対応、ペイペイでさぬきうどんが食べられるということで、こちらの某有名な、うどん屋さんですね。かなりコシのあるうどん屋さんで有名な丸亀製麺。こちらがペイペイに対応するということになったんですけども、一応こちらが使える店舗が、まあある程度の店舗使えるんですけども、一部除いたら使えないというところもあるので、まあそこはホームページなど確認していただければいいのかなと思います。で、一応5月末まで実施中の第2弾100億円キャンペーンの対象となるので、1回あたりの還元上限額の1000円、そして累計上限額の2万円の 20% も受けられるということなので、まあこれを機に、まあ、ペイペイを使って丸亀製麺に行くのもいいのかなとは思います。そしたら次、ヤフーショッピングでも、ペイペイが使えるということで、こちらもホームページから抜粋してきました。ヤフーショッピングでもスマホ決済サービス、ペイペイが使える、もらえる。新規登録でペイペイ残高500円相当がプレゼントということで、まあ僕、ここの今のキャッシュレスニュースの前に、まあヤフーショッピングについてもお話をさせていただいたんですけども、まあなんと、まあもともとヤフーとペイペイというのがもともと繋がってるので、まあ、ついにやっと使えるようになったっていうのは、まあ、かなりのヤフーユーザーであればお得なのではないのかなと思います。なので、ヤフーで決済をして、ペイペイで決済することでキャッシュバックも、ペイペイのポイントをもらえることもできるし、ヤフーのポイント、T ポイントをもらうことができるので、いや、これは、普通に使うと、20ドリできるんじゃないかなとか、そんなことをちょっと考えてしまいましたね。まあ、これ、さらに、ヤフーの、まあ、ポイントカードを使うと、多分それにプラス加算、ポイントが加算されるので、T ポイントが。まあ、ポイント30ドリとか、もしくは F ポイントが、その10倍プラス、ペイペイの、っていうのがあれば、いや、これやばくねっていうふうには思いました。まあ、これもまとめたりとか、また僕が使うことがあればまとめたいと思います。そしたら次、ヤフーニュースからなんですけども、ビッグカメラペイペイ効果で売上マジですね。失礼しました。2019年8月期、第2四半期決算ということで、まあ簡単に言うと、もう今回はビッグカメラ、ペイペイを入れたことによって売り上げが上がったよということなんですけども、こちらの記事一部抜粋させていただきまして、ペイペイ特需は著しく12月の売り上げは例年の 20% 以上だったという、これはすごいですね。反動で1月は前年より落ち込んだものの、業界平均の売り上げと影響は少ないことを強調した。12月の特需では、新規の来店者も多く、ポイントカードの加入者が増加したので、今後ポイントの、利用による反則給費がかさむだろうと予測するということで、いや、これすごいですね。なんか僕の印象としたら、もうペイペイ強えなっていう。そう。で、なんで強えのかって思うのが、まずこの先手必勝ということと、キャンペーンや CM ということなんですが、ペイペイって、まあ、とにかくそのキャンペーンとか、もうやることとにかく早いんですよね。まあ、もともとペイペイの前にも LINE ペイあったことあったんですけど、なんかこう、使うきっかけがなかなか進まないというか、やっぱりね、人間みんなお金大好きなので、100億円キャンペーンの影響でビッグカメラとか行く人とかかなり多かったと思うんですよ。で、実は僕も、この動画で何回かお話をさせていただいてるんですけども、まあ、ペイペイがきっかけでこのキャッシュレスに興味を持ち始めたと言っても過言ではないんですよね。まあ、もう僕もお金大好きなので。まあ、だけどそう考えると、そのペイペイの影響って僕に限らず他の人も結構使うきっかけが大きいのではないのかなと思います。そのキャッシュレスに関しては。で、まあ、そこで、まあ、キャンペーンとか100億円キャンペーンも2回目も始まって、まだ5月の末までやるし、あとはもう、なんといっても CM とかですね。今では、まあ、ペイペイのダンスとかもちょっと流行ってるということだったので、まあ、そう考えると、やっぱりペイペイって、いや、かなり強えなっていう。まあ、もちろん、いろんな機能を踏まえたら、もちろん LINE ペイとかも、もともと強いんですけども、いや、ペイペイとどんどん繋がってる会社もあったりとか、それがきっかけで売り上げが伸びてるってなったら、その影響力っていうのはかなりのものがあるのではないのかなとは、印象として持ちました。はい。ということで、今回はペイペイに関するニュースを3つほどまとめました。またこの動画がいいなと思ったら、チャンネル登録、そしてコメントなどいただけると嬉しいです。あと、ツイッターもやってるので、ツイッターフォローなどしていただけると嬉しいので、またぜひよろしくお願いいたします。ということで、本日はご視聴どうもありがとうございました。